こんにちは、プロインタビュアーの早川洋平です。石原明の経営のヒントプラス、今日はですね197回ですが、今日は公開収録ということで、はい、はい、ここ渋谷のシダックスホールからお届けしています。実は今日ゲストもいらっしゃいまして、境目研究家の安田義雄さんもお迎えしてます。安田さん、よろしくお願いします。安田さん、今回2回目のゲスト出演ね。そうですね、はい、こういうライブっていうところでは、まあ、この番組に出演いただくのは初めてですが、はい、先ほど僕境目研究家とお話ししたんですが、他にも肩書きがあると思うので改めて、はいはい、他には僕ら社という出版社の編集長と、はい、中小企業共和国というですね NPO 法人の理事長、はい、それからゲリラマーケッターっていうのをやってます、はい。これまだまだ増える予定も、あと最近ね、ニート株式会社っていうのを中小企業共和国の企画の中でやってるんですよ。そうです、はい、これが今各メディアからすごいことになってますけど、はい、それちょっとだけお話してもらうと、はい、これはですね、まあ、簡単に言いますと、まあ、ニートって引きこもりで家にいて親のすねかじって何もしないと思われてるじゃないですか、うん、で彼らに話聞くと、やる気はあるんだと、だけど今の既存の社会の仕組みの中で今の会社で働くのは嫌なんだと、こういうんですね、うんうん、じゃあ自分たちで好きに働きゃいいじゃんということで、ニートだけを集めて全員を取締役にして会社にしようと。固定給はないと、その代わり誰も1円も搾取しないと、うん、働いてもいいし働かなくてもいいと、こういう状態を作ってニートを集めたらどうなるのかっていう実験です。これ何百万人も応募が来ちゃってですね、その運営自体をそのままニートの方たちが決めていくんですよね、はい、そうです。何業をやるとか全く決めてなくてですね、資本金もまあ参加するニート君たちがいくらかずつ出すことになると思うんですけども、だからオーナーもいなくて社長ももうなしでいこうと、代表取締役が必要なんで代表取締役受付とかですね、うんうん、そんなんでまあいいだろうということでまあ、最初30人ぐらいでやろうと思ってたんですけど、説明会やったら3000人ぐらい来ちゃってですね、すごいで今役員になりたいという人が300人残ってるんですよ、はい、で毎回この企画をですね、彼ら主体でこう動かせるような感じで安田さんとか数名が関わってて、なんとなく僕もこう呼ばれてですね、ビジネスモデルのこうサポートとかすると思うんですけど、まあその、まあ、世の中でね、今こういうふうな形でメディアにこう取り上げられるのがちょっと少ないんで、もう新聞とかインターネットとかテレビ局とかバンバン来ててね、はい、もうキー局全部来ましたし、 NHK も来ましたし、うん、海外のメディアとか、うん、なんでまたこうちょっとこう企画作るだけでドカンってやっちゃう安田さんが今日ゲストなんで、そうですね、まあ、そんな切れ味鋭いというか、はい、いろんな楽しいコメントが聞けると思うので、また2人が全然正反対のこと言う可能性もありますけど、はい、まあ、それはまた楽しみながらと思いますので、はいはい、ということで今日はですね197回、こんな質問をいただいてます。20代の方からです。最近ブラック企業に対する取り締まりが強化され始めました。石原さんはブラック企業というものに対してどのようにお考えですか？また本当に劣悪な企業ではなく普通の企業がブラックというレッテルを貼られないためにはどのようにすればいいでしょうか？よろしくお願いいたします、ということで、うん、すごいテーマですけどね、これブラック企業ということで、はい、なんとなく僕今回チョイスは安田さんゲストで来る確かにそれでニートとかその辺の感覚で、はい、まずは安田さんにコメント聞いてみたいとか思ったんですけど、そうですね、はい、どういう感覚、はい、ブラック企業ですか、うん、確かにこれはひどいなっていう会社は昔からあると思うんですよね、うん、今でもあると思うんですけど、ただ昔はなんていうんですかね、結構仕事なんていうのは多かれ少なかれしんどいもんだとか、うん、あるいはまあ雇ってるやつが偉いっていうかですね、まあ、給料もらってんだから黙って働けみたいなところがあったのが、うん、ちょっと前だったら普通の会社がブラック企業になってるっていうところが一番のポイントで、はい、うん、だから本当にひどい会社は置いといてですよ、うんうん、今まで普通だったのがブラックと呼ばれるようになってるのはなぜなのかっていうところがポイントだと思うんですよ、うん、なるほどね、うん、はい、というか、はい、すごくまともなそうですか若干肩透かしも作ってるんだけど、そうですか、でもそれ問題ですよね、はい、問題というかですね、例えばすっごいどんなすごい経営者社長さんだとしても、朝会社に行って社員が全員いなかったらどうしようもないじゃないですか。そうですね。そんな事態は絶対起こらないっていうのが今までの常識だとしたら、それが起こり得るっていうのがこれからなんじゃないですかね。そういう時代。そっちに行くんだ、はい。なるほどね。そう思いますけど。うん、はい、いや僕的にはこのブラック企業って呼ばれてる会社が、はい、さっきの安田さんの話じゃないんですけど、どっちかというとね、そういう情報そのものが
辞めた人から行くんだよね。ああ、そうでしょうね、うん、それから企業に不満持ってる人がそういう情報をリークしちゃったりとかして、うんうん、でメディアがまたそれを面白おかしく取り上げちゃうもんだから、うん、何ら楽しく働いてる人から見たときに自分の会社ってこれでブラックみたいなことなんだけど、言葉がこう走っちゃって流行になっちゃってどうすんだって言って数名の人がそっちにこう意見言っちゃうと、基本的には世の中って面白くてね、まともな人はあんま意見言わないんだよね。で少数の偏った人がずっと意見言い続けるんだから、それがだん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 メジャーな意見みたいになっちゃって、ものすごく変わった少数の人が言ってることがさ、なんとなく大勢の意見になっちゃうみたいな感じがして、あららとか思いますけどね、っていうのを最初これ思いました、特にネットでもすごいルフしてますね。僕もちょっと今日事前にいろいろ見たら、やっぱりそのブラック企業ランキングとかっていうのを、なんか個人なのかその辞めた人たちが組んでやってるのかですけど、結構いろんなサイトも多いし、その辺なんかどんどん広まっちゃってますね。でもその努力して自分のスキルを高めようと思うと、仕事と仕事以外の境目取った方が楽だもんね。境目とキーワードまさに来ましたが、どうなんですかね。どこまでが仕事でどこまでが仕事じゃないかとか言った時に、例えばさ、仕事が面白いって考えたら家に帰っても仕事のこと考えてるもんね。面白いと思ったら、で電車乗って あのお客さんのところにこれ言ったらすっげえ喜ぶかもしれないとかってメモしたらいけないってこといけなくないです。いけなくはないです。ということですよね、はい、だからそこまで強要される感じでやってったらきついっていうこと、まあでも実際には、まあ、私もあの楽しんで仕事やるタイプですけども、やっぱりあの箱に入れて強要されて、この時間はこれとこれをやれっていうですね、昼飯はこの時間からこの時間までで、まあ、限られた範囲で限られた店にしか行けないっていう、そういうとらわれの身で今まで働いてきたっていうのはそうです、ね、もう事実で、確かに変なやつがたくさんネットに書き込んでるのは事実ですけど、僕はやっぱそういう少数のマイノリティの意見が結局は大衆の意見を変えるんだと思いますけどね。まあそれにさっきの話だよね、はい、経営者の方がどういうふうに対応するかっていうことの感覚を変えた方がいいってことかな、はいはい、そのだからお前らが変なんだなんて言ってもしょうがなくって、確かにそいつら変なんですけど、でも今この社会の動きは僕はもう変えようがないと思いますよ。なるほど。だってその社員の何十倍何百倍給料取ってる社長が社員の何百倍本当に仕事できんのかっつったら、できない人の方が多いんですもん、最初にお金出した人がオーナーになって、何も仕事してないのに金出しただけで一番たくさんの利益取っていくのおかしいんじゃないのかなっていう、そこにやっぱりだんだん働いてる側が気づき始めたんじゃないですか。あとこうさ、世界でも有数ですよね、日本人ぐらいずっと働き続けるなんか国民って、文句を言わずに働き続けるっていうね。だからまあ例えばこう海外の企業とかだと、社長にちょっとこう連絡したいんだけどって言うと、バカンス取ってますもんね。でこの14日間は何があっても連絡が取れない状況ですみたいな感じで、はっみたいなことになるけど、どっちかというと主流はそっちだもんね。そうですね。ね、ジャパンアズナンバーワンとかのなんとかあったじゃないですか。あの時に、はい、そんだけ長い時間働いたらそれはあんた1位になるよみたいなね。まあ日本人はあの真面目で仕事好きですから、で確かにあの石原さんのおっしゃるようにプライベートも分けずに仕事にのめり込むと楽しいじゃないですか、だから仕事の報酬は仕事なんだっていうのは私賛成なんですけど、それを経営者が言っちゃいけないなっていう感じしますね。ああそういうことね、その辺の考え方で安田さん昔から変わらないですか、もしこういう質問されたとして。一緒です一緒です、はい。今お二人の考え方は伺ったんですけど、まあこの方も質問されたように、まあ最後にその本当に劣悪な企業ではない、まあこの定義も難しいかもしれないですけど、普通の企業がブラックというレッテルを貼られないためにどうしたらいいかっていう、ここの部分を二人の意見聞きたいなと思うんですけど。基本的には労働基準局っていうのがあって、あと法律もあるから、それに準する形でビジネスをやるっていうことはある一定の企業規模に行ったらやんなきゃダメでしょうね。あ、そうですよね。そこを逸脱しといて何かするっていうのはもう突っ込まれるところが満載なんで、とにかくそこをやめること、でその中でどうやって収益上げるかっていうことを考えて、であとは社員の実践に任せて、だって僕の知ってる社員なんかも、もう勝手にあれですよ、あのタイムカードをしますよ。あ、終わった終わった、これからは僕は自由に仕事するって言って、いや普通にやってるよ。なるほど、でそうするとお手紙しようがないですよね、まあ、自由に本人がやってるんだったらそうですよね。それから仕事の時間以外に取引先休み行ったりとかして、なんかいろんなことやってくる人もいて、それはもう自由活動みたいな感じになるから、まあ
なかなかね難しいかもしれませんけど、うん、枠組みはきちっと作っておいて、あとは社員の実践に任せてもいいような体質を作るかとかですよね、うんうん、安田さんどうですか。まあ、その労働基準法に反するようなのはもちろんダメだと思うんですけど、うん、今まで普通だった会社がこれから普通と認識されないっていうのはこれ認めざるを得ないと思うんですよね。まずだからうち普通なのになんでブラックって言われちゃうんだろうっていうのはちょっと時代認識が甘いと僕は思いますよね、うんうん、やっぱりその今までは社員に与える必要がなかったものをもう与えないと会社として成り立たない時代なんだと思うんですよね、うん、だからやっぱり社員に対する感謝みたいなのが全くない社長さんって いるじゃないですか今の時代でも、うん、もう社員はなんか自分の駒なんだみたいな思ってる人いますから、うん、でもやっぱそれじゃあもう成り立たないっていうか、うん、消費者が売る側よりも強くなっちゃったのと同じように、うん、働く側が働かせる側を選ぶ時代に変わりつつあるんだと思いますけど、うんうん、でも逆にそこをちゃんと認めて順応していけない企業はもうそれはもう潰れてもしょうがない。極論潰れるっていうか社員に選ばれないそこで働きたいって思ってもらえない会社は社員がいないと会社なんて成り立たないですから、うん、まあ、実際そうですよね、はい、上に行けば行くほどハードワークをしていくような会社に多分人が来なくなるね、うんうんうん、だから上に行けば行くほど、まあ、知的な活動とかも含めて、うん、休みを増やすとか余暇を増やすとか、うん、なんかそういう風な方向をつければ事前になりますよね、うん、そうですね、なんかそういうことが日本の企業すごい苦手なんで、うん、やった方がいいでしょうね、うんうん、ということで今日は石原家の経営のヒントプラス197回届けしました。安田さん次回またよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。